はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2016ペナントレースやっていきたいと思います。2017年の7月の2日ですね。前回はちょっと実験的に設定を変えて、まあ、パワフルで、やってみたところ、まあ、一応コメントを総合的にまとめた結果ですね、まあ、強いでやっていこうかなというところになりました。まあ、確かにあんまり弱すぎてもあれだし強すぎてもっていうのがあるので、まあ自分のチームは強いで相手チームも強いといったところで、今後は設定をやっていきたいと思います。じゃあ試合ですね。ちょっと待って、試合の前に練習効果そろそろ切れてるよね。じゃあ練習効果上げて、てかもう練習効果もね買う金がないんですよね。でパワーフェスと栄冠ナインが結構ポイント効率がいいみたいですけど、その2つをねやってる時間がないんですよね。やっぱりペナントとマイライフ2つやってるんで、そこからさらにねもう1個やるっていうのはできないんで、まあ、どうしてもこの2つで稼いでいくしかないんですけど、おースリーバントするか。おーい、あ、まだだったか。結局スリーバントすんのかっていう。バッターアウト。バッターは3番高橋。この後に控えているのはエーシ。投げた。アウトコース低め。外れてボール。チャンス。F。第2球。でも打ってくれれば。空振り。第3球を。これ試合で活躍すると赤得とか消えるのかな。打球はライトへ。マイライフみたいに。ボールは中継。高橋。さっきこれは1点。いや、むしろ英国紳士だから3点が期待できるぞ。おお、ドロップカーブ狙ってくるか。バットが空を切りました。ミートを開いてきたね。ここはよく選びました。一発狙ってもいいんだけどな。そういう指示は監督試合じゃないからねこれ。お、あーまあ犠牲フライ。あ、でもどう学校さすが学校だね。97メートルでホームランが出るのか。さてさて、どんどん入れてくれていいけど、サンデーモーリーはちょっとパワーが全然ないですね。まあ守備キャラなんでしょうがないですけど。内角直球は外れてボール。カウント1ボール2ストライク。投げました。インコース空振り三振。マリーンズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。機構とりあえず3回1失点で抑えてはくれてるのか。タイミング合いません。第2球投げた。またも空振り。これで追い込みました。田村さんはバントがうまいですね。バントが投げた。一つ外したボール。カウントは1ボール2ストライクです。投げた。空振り三振。お、お見事。バッターアウト。2者連続三振。じゃあ次は6回と。一気に入れられたな。ワンアウトランナー二塁という場面で新井、大きな声援が届いています。第2球ワンアウトだからな。打ちました。ファールボール。第3球を狙ってくるね。打ちました。センター前進。センターフライ。飛距離は取りました。これで2アウト。ランナーは二塁変わりません。で、おー、カリンちゃんのノリノリっていつまで続くの本当に。ずっとノリノリだよなこいつ。外角高め高速シンカー外れてボール。はっきりしたボール球。カウントは2ボールノーストライクです。まあまだワンストライクだし。第4球を投げました。お、打ちました。なかなかいい感じのミートカーソルの位置だったけど、掴んでこれで3アウト。ちょっと上がっちゃいましたね。2塁まで。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回の先頭バッターは中村。三笘はもうちょっとスタミナがないな。サードゴロ。結構投げ切ってるのか。1球目空振りから第2球投げました。見送ってボール。カウントは1ボール1ストライクです。第3球。おお、ちょっと際どいところ投げるけど、コントロールはね C あれば悪くないから。空振り。次は5球目。お、打ちました。合わせてきたね。ヒット。中村ナイスバッティングです。パワフルピッチャー。リリーフが出てきた。送ってくるか。フォアボール投げました。初球送ってきました。ナックルをバントするって難しそうだな。アウト。
ランナー二塁に進みました。まあ、ちょっとピンチにはなってるけど9回まで行きましょう。1点入れられたかっていうかなんだかんだで点入れられてんな。ここでね点を取ってくれるとまだ希望が出るんだけど、おーいいね、満塁か、ツーアウト満塁か。ここでそうか、ここで英国紳士か、いけ、さすがだ、マジすげえ。ちょ、どんだけ飛んだんだよこいつ。校舎超えてったぞ今、 150m 弾。7対7まで持ってきたよ。ここまで来たら勝ちたいよね。ツーアウトランナー二塁という場面で荒井、ひときわ大きな声援が聞こえます。頼むぞ。第2球投げた、外角低め、落ち着いていけ落ち着いて。第3球を投げた、おお今の振るか、バッター追い込まれました。投球これから4球目、うん、打ちました。これはファースト正面、ファールになるかなと思ったけど全然ならなかった。スリーアウト、得点圏にいよいよ最終回を迎えました。さてランとか今出てるのはパワフル、このバッターだけは塁に出したくないところ、先頭打者を抑えるっていうのは、おいちっと、あ、でもラッキーだったね、ライトのあれ、変わっちゃった。今日はここまで3打数、もうここで近所出すのか、投げた、決まったストライク、同点で出してくるか、投げた。だからこれはもう打たれない方向で試合を進めてるんだな。投げました、打った、あれライトへ持っていった。ちょっとまずくないか。岡田ナイスバッティングです。さあワンアウトから角中さんか、角中さんも神戸か、てかこれ9回以降ないよね。まああとはちょっとじゃあチャンスを待って、おお来た9回裏、おきっちり1点、確かにきっちり1点でいいからね。これさ、なんで三塁方向に転がそうとするの、しかもプッシュ。バントの知識はさ全然ないけどさ、三塁にランナーが向かおうとしてて、なんでプッシュバントで三塁の方に転がそうとしてんの。おいマジかよ、高橋圭は普通に打ちに来てるか、これいいんじゃん。あー伸びのあるストレート、投げました、どうだ、おまあとりあえず次犠牲フライでもいいからね。ただねグラウンドがね狭いからね、犠牲フライが浅くなる。ってかこいつすげーいいとこで出てくんなマジで。投げた、カットボールはストライク、まずは見送りました。一塁牽制球を送ります、タッチセーフ、1球目ストライクから第2球、うん、おお際どい、これ出たと思ったんだけど、第3球を投げた、あ低めのボール引っ掛けた、中村下がった、ここのチャンスをものにすることはできなかったか、取りました、さすがの英国紳士といえども。ランナーは1塁3塁変わりません。第9投げた、まっすぐ見送って、いやここでサヨナラを決めていただきたいんだけど、投球これから2球、これはボールでしょ、カウントは1ボール1ストライクです。第3球を投げた、うん、よしよしよし、カウントは2ボール、よく手を出さなかった。一塁へ牽制球を送ります。次が4球目、これは高め、流し打ち、いいね、こいつ流し打ち持ってたよね。さよなら、いやーよくやってくれた、さよなら勝ち、山田さよならタイムリーで見事勝利に貢献しました。まさかこんなところで流し打ちが役に立つとは。あれ多分流し打ちなかったら切れてましたよね。いやー英国紳士もただすげーよな。この一勝はマジででかい、めっちゃファンが増えたんだけど。こういうグッズってさ結局活躍できないと無駄に終わるからね、あんまり活躍じゃなくて開発しすぎるのもどうかなっていう感じだけど、山田くんどうしようかな、山田くん弾道アップさせよう、弾道3か、弾道3のやつ結構ちょいちょいいるな。じゃあパワーを上げるか、ファーストダッシュパワー8か、
10くらい上がってもらいたかったけど。じゃあ今日はこのまま進みましょう。先発イソッチか。先発の調子が最近ちょっとよろしくないね。そうか、これが怪我で、これは何、スランプなの、ちょっとスランプなのか、それとも投げ切ったからスタミナがなくなったのかの違いがいまいちわからん。炎上王か5号か。2対1。いい試合だね。まあ、今年1年はまだまだじっくり育成をしていきましょう。オールスターファン投票、英国紳士どう？記録室から見るんだ。リーグ記録のオールスターファン投票ね。まあ、これはちょっと見てみましょう。記録室のリーグ記録のオールスターファン投票。先発碇守ると山口、鋼が5位か。大谷は普通に3位に入ってますね。で、中継ぎ陣が、五十嵐、アンヌが入ってるか。で、抑えは西野さん、さすがだな。で、キャッチャーは、そりゃ、碇、スッスー入ってるけど、炎上王が入ってんじゃねえかよ。炎上王、そんな人気があるのか。あー、ファースト、英国紳士、滝本を抜いての1位か。すげえな、これは本当にすごいな。で、あとは、DH で、なぜかカリンちゃんがいる。まあ、ここは今、英国紳士の時代だからね、うちのチームは。まあ、英国紳士が打ってくれれば、点が取れるっていう。勝ったな、ジャックス。カリンちゃんと信長。なんか、このメダルって、何の効果があるの？ただ集めるだけ？スタミナが上がって、ジャックススタミナマジ全然なかったんだ。まあ、かといってね、ここでスタミナをね、使うのもどうなんだろうね。てか、スタミナねえしもう。金がないからな。コントロールしかないか、ピッチャーはもう。球速はね、めっちゃ高いんですよね、金が。ジャックス、あ、コントロールもそんなに良くないね。じゃあ使ってあげましょう。5か、なんか上がり幅がここ2回あんまり良くないけど。柳瀬か。おお、柳瀬勝ってるね。てかめっちゃ打ってるね。英国紳士もう30号、山田くんは2号か。いや、ここに来てかなり調子を上げてるよ。だからさ、これがあるからさ、やっぱりちょっとね、開発、見送った方が良さそうだな。おーっと、これはスランプなの？マジでわからん。ちょっと、あれを見直そう。采配を。で、一軍登録で、ちょっとこいつは下げよう。で、先発 T 田中を入れて、キコも絶不調か。まあ、絶不調だったら、まあ、残しておいてもいいかな。まあ、ちょっとさすがにね、スランプになったら2軍で調整してもらって、今日の先発は T 田中と。で、T 田中は普通に負けたと。英国紳士31号。マジで何号いく？ 50 号とかいくんじゃないの、もしかしたら。タッキー入りか。投手陣がな、ちょっとこいつだっていう絶好調男がいないんだよね。マジで打つな、英国紳士。あ、スランプから脱出した。カリンちゃんの補給がなんで下がるの？イソッチの調子はいいね。でもジャックスが負けたか。
5対4。なかなかいい試合はするんだけどね。お、めっちゃ上がった。めっちゃ上がったけど、カリンちゃんのパワーが下がってるよ、ちょっと。せっかく B 近くあるのに。今日の先発は聞こう。お、勝ったね。いいね、いいね。カリンちゃん本塁打打ってるし。さっきパワー下がったけどね。あ、ミユのノリノリが、とうとうなくなりましたね。何日間ノリノリだった？お、今日は試合なしか。ソネ君、コントロールさすがに B やった、あったらっていうか B 行ったら別の練習に切り替えた方がいいんで。オールスターっていつだっけ結局。結構遅いんだよね。日程表。7月の後半、8月の頭とかだっけ。めちゃくちゃ奥にずれてんな。先発は太田くん。あれ？さっきみゆちゃんがあれか。ノリノリじゃなくなったって。かりんは相変わらずのノリノリなんだな。先発、柳瀬。金城が。おぉ、10回で打たれたのか。てか、9回で追いついて10回か。あー。後半のリリーフ陣がちょっと持ちこたえられなかったんだって。ミユが肩痛になってるし。下がるか。あ、下がんなかったか。危ない危ない。タッキーリの球速が135。山田くんパワー C まで行ったか。 C まで行ったってことは次ミートとかでいいな。練習設定。ウサギちゃん一発削除。そりゃイソッチ一発になっちゃったからね。一発削除をちょっと持ってきたいけど。基本練習で、球速を上げてもらいますか。で、イソッチに、一発削除をつけよう。よし、これで頑張ってくれ。で、あと山田くん。山田くんはどこだ？山田くんは、ミート打撃だな。そうするとよし、 OK。 今日の先発はキコが負けたと。カリンちゃんも打つようになってきたね。16号か。田中選手がノリノリではなくなりました。っていうか、そうか、2軍にいるノリノリの人たちはちょいちょいチェックして1軍に上げた方がいいっすね。ここでざっと見れる。負け担当137とか、すげえ悲しいな。で、今のところノリノリの人はもうカリンちゃんだけなので、まあこれでいいでしょう。先発はタッキーリ。タッキーリ勝ちましたね。よしよしよし。なんかちょっと上目に来てるぞ。じゃあ今日は出番プレーをやっていきますか。先発若松くん、調子がよろしくないね。太田くんを出すか。絶好調だから頼むぞ。やっぱりね、このまあ最悪まずはB クラスっていうのを抜け出したいけど、そこまでもまだまだきつそうだからな。まず最下位脱出か。まず一番の目標はそうだよな。 B クラスとか A クラスとか言う以前に最下位を脱出することだな。で、英国支持者よくチャンスの場面に来るね。ちょっと手が出せない状況か。第3球を投げました。外、ストレートは外れてボール。大きくストレートで落ちてくるね、このピッチャーは。ボール、平行カウント。よし、よく見た。サードランナーちらってみた。あ、空振り三振。やられたか。得点圏にランナーを送りましたが先制点には至りません。
3回の表、これからホークスの攻撃。さてでも太田君もなんだかんだで抑えてくれてるんで、スタミナもまだまだ残ってますね。球速が遅いのか、そこからのスローボール。これは平凡なレフトフライ、掴みました。よし、よく抑えた。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番今宮。じゃあ6回にして、おお、いいね、英国紳士。お前にはマジで一発。おお、マジこいつ強えわ。33号、2点取られたか。今日は全部守る君が出てるんですね。投げました、打ちました、ファールボール。第3球を投げました。クリコちゃんは若干の足の遅さがあるけど、さあ4球目、まあ、お、マジか、すげえな。伸びていった、見上げた。1号が出てよ、1号が。え、だってこいつ打撃 GG とかじゃなかったっけ。ノーアウトランナー1塁2塁という場面でロマンあふれる長距離砲エイシン。確かにこいつにはね、ロマンを感じるよ。ストレート決まってストライク。英国紳士はセカンドランナーチラッと見た、投げた。おお、フォークか、落とされたね。追い込まれました。第4球はもうこいつはね、強振でどんどん振ってってもらいたいよ。完全なボール球、カウントは2ボール2ストライク。引っ張った、打球はライト右、ファール。投げた。今の超際どいね。バットが空を切りました。山田君。第9ボール。バッターよく見ました。山田君のパワーはね、C あるからね。スライダー見送ってストライク。第3球を投げた。3球目ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げた。危ない球。まあ、ワンアウトだから。投げました。ああ、でもこれはライト前に出る。走らないな、無理だな。狭いとなかなか走れないっていうのはあるのか。クリコちゃんはね、ミートの方がメインだから、とりあえずつなげるバッティングを意識してもらいたいけど。バッター追い込まれました、投げました。あー、際どい。あそこよく振らされるね、内角の低めっていうところ。パワフルピッチャーを。試合は後半6回に入ります。先頭バッターはフリッカー、今日はショートゴロと。でも3点差あるからね。第2球フリッカーは投げました。 CC か、打った、流し打ち、レフトへ持っていった。これはヒットになります。フリッカーナイスバッティングです。ちょっと危ない展開だな、これは。今のナックルヒット、すげえな。ボールは中継、きっちり合わせてきたな。まあでもこのまま9回までいきましょう。おお、抑えたのか。ていうか抑えたは抑えたけどさ、まずこの9回を何としても抑えてもらいたい。第2球投げました、いいね、低めの地を這うスライダー。決め球ミカミックス、外角低め、変化球は外し球に使ってくるのか。2ボール1ストライクです。うおー、これは強烈、入れば勝ち越しだ。完全にスライダー狙われたな。バッターは高野ユーティリティ。いやー、今日は落としたな、これは。1点差に届かず敗れました。さて、うさぎちゃん、まあ負けついちゃうよね、しょうがない。でもまあファンは700人増えてますね。お、赤木選手がノリノリになった。これはちょっと入れましょう。忘れないうちに采配で、野手1軍赤木くんってどこだったっけ。セカンドか。セカンドは今誰？江戸川コナン君とマー君か。マー君がちょっと調子悪いんで、じゃあ赤木選手と変えましょう。で、一応ノリノリだからロックしておきますか。で、さらにさっき全部守る君が打ってくれたんで、弾道が全然使ってないんで、
さすがに全部守りは弾道そんな高くないでしょ。2か。これは3にしておこう。GG でよく持ってったよね。で、赤木くんは出てますね。やっぱり、ノリノリだから。イソッチがね、なかなか勝てないね。ジャックスのスタミナがようやく30か。やっぱりね、どの項目も最低ね、E が欲しいんですよね。オファイとかでもやっぱりね、スタミナ E ないとね、ちょっと怖い、やっぱり。太田くん。タッキーリと変えよう。これはちょっと、調子のいい方を優先させてもらう。あれ、キャンセルしちゃったよ。調子のいい方を優先させていただきますと。おお、近所マジか。9回に打たれたか。炎上王が8号と涌井が勝利投手になってたな。いやー、ちょっとストッパーできなかったか。柳瀬くん、おお、柳瀬くんなかなかいい成績ない。てか赤木打ってるね。1号いや、タオルとかもうね、開発したら調子が下がっちゃうからね。どうしようかな。セカンドだから赤木くんの守備を上げますか。てか赤木くんって足が速いんだ。8。最近ちょっと2桁上がらないね。先発は吉田くんと。負けたか。吉田くんもまだ勝ってないのか。先発は気候。あれ、今日は勝負つかなかったね。かりんちゃんでも17号。ローソンがもう少しで総力が上がりそうだけど。タッキーリでも、タッキーリはタッキーリで3勝してるからね。6-0か。ノリノリじゃなくなった、カリンちゃんとうとう。T 田中コントロールが G になっちゃったよ。 G か。イソッチ。イソッチね、なかなか勝てないんだよね。ほら、11敗目。お、最終結果か。一応最終結果見ますか。記録室から。ん?これか。で、オールスターファン投票。結局、碇守が1位、先発は。五十嵐、アンヌ、抑えがサファテ、西野さん。捕手も、変わらずっすね。でも、1位と2位は、なかなか接戦だと思うんすけど。スッス相手に炎上をよく頑張ったよな。で、ファーストがちょっと滝本に持ってかれたね。っていうか、1票差じゃん。すげえな、1票差で滝本か。で、サードは才賀、ショートは友澤、外野手は、3位にカリンちゃんが選ばれてますね。で、DH は結局抜かれたのか。じゃあどこだ。8月3のオールスター手前まで行きますか。東條とマー君、両方とも補給が D になりそうですね。ん、今炎上王が打ってた。さよなら本塁打メダル。マジか。炎上王さよなら本塁打打ったんだ。炎上王って弾道いくつだったっけ。あ、弾道2だよね。ちょっと弾道上げよう。
完全にアイテムが枯渇している。柳瀬くん、うちのピッチャーだと5勝できればもうすごいっていう感じかな今の流れでいくと。ミユ選手、あ、そっか、2週間くらい離れてたんだっけ。吉田くんちょっとやる気がないね。ここはそうだね。あ、でも太田くんか。太田くんなんかあれ、絶好調が多いのってこいつだったっけ。この前も絶好調だった気がするんだけど。10敗目がついてしまったか。お、炎上王がノリノリになった。で結構上がって、ジャックスが復活と。炎上王、炎上王、炎上王はでももともと一軍にいるからね。一応ロックはかけておきますか。先発はタッキーリ。普通に負けてるね。あれ誰金城だった。金城もね、ただ普通に抑えで出てきますからね。まロックをかけますか。負け担当のあと122日がね、ほんと長いねこれアキレス腱断裂ってもうやっぱ相当だよな。イソッチちょっと調子が良くないね。どうする。まあしょうがない、イソッチに頑張ってもらおうか。おお、勝ったね、よく頑張った。で結構抑えてるね。てか最後に4点取られたのかあれ下がっちゃったね、牧原くん肩が。今日の先発は太田くん。お、ジャックスが勝ってる。ジャックスが35号英国紳士。これは久坂って読むのかな。得意の変化球。でこれで7月が終わりか。いやもう練習効果30日アップが切れちゃうけどね。もう2個くらいだったら買える余裕あんのかな。その代わり本はもう絶対買えないっすね。ヤクルトの中村、藤浪、滝本、山口とパリーグはもう完全にバケモン選手がいるからね。滝本とかマジほんと強いからというところで、じゃあ8月に入りましたので、今回はこれで終了して、日程的には次回、オールスターからになりますので、こちらからやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。